釉薬の流病による大胆な模様の作品が工芸界に大きな影響を与え、1955年民芸陶器で人間国宝に認定された近現代を代表する陶芸家浜田庄司氏。民芸陶器という範疇では捉えきれない古丹な味わいは、人間国宝である作者の長年の研鑽による用と美の結晶といえましょう。唐津や高麗刀の叩きの技法から着想を得たと思われる門打ちの本作は、古陶磁器の名品に表された陶工の技の中から美を打ち出した、まさに新民芸の水差しです。